こんにちは今回は生産と金融の2回目ですまずは3つのポイントを見ていきましょう1つ目大企業と中小企業賃金に恵まれているのはどっちとここでは大企業と中小企業をですねグラフで見分けていくその勉強をしたいと思います2つ目多国籍企業 海外から日本も、日本から海外もということで、まあいくつかのですね例を取り上げながら、多国籍企業というのはどういうものなのかということを見ていきたいと思います。そして三つ目、企業の社会的責任。単に仕事をすればいいだけではない。じゃあ一体どんな責任があるの？ちゃんと仕事をしてね、物を作って行ったりすればいいんじゃないの？それだけじゃないんだよっていう話をします。 今回はこのように企業についての勉強ですそれでは一つ目のポイント大企業と中小企業賃金に恵まれているのはどっちとここではまずグラフを読み取れるようになりたいんだねこのグラフ事業所数従業員者数そして出荷額というふうになっていますが どちらかが大企業で、どちらかが中小企業なんです。例えばね、事業所99.0%と事業所ほとんどだよ。でも出荷額になると半分ないよというこちらが中小企業ということになります。数は多いけれども出荷額自体がですね、えまあそんなに多いわけではない。逆に。 数は少ないんだけどもたくさん出荷してるよっていうのは1つ当たりの規模が大きいということになりますからじゃあここここここにに書いいううかこれが大企業ということになるわけだねこのグラフしっかりと見分けられるようにどっちが中小企業なのかなどっちが大企業なのかなってことを見分けられるようになってほしいんだ。じゃあね中小企業って一体何なのということなんだけども。 これ実は業種によって分類の仕方違います例えば製造業ものを作るというね、製造業の場合は資本金3億円以下または従業員300人以下というふうな、まあ、こういう定義がされているということなんだねまあ、中小企業というのは小さい大企業は大きいということが分かってればいいですさてここに書いた賃金に恵まれているのはどっちというと おそらく大企業というふうに答える人多いと思うしまあ現実そういうところって多いと思うんだよね大きいと思うんですどういうことかというと大企業の方が待遇がいいとか賃金がいいとか中小企業の方が逆に賃金は低くなりやすいっていうのはあると思いますただねこんなのもあるんですベンチャー企業って聞いたことありますかこれは例えばですね独自の技術とか アアイディアによって実は、ね、こ,ころもあるんですよこれはできたばっかりだったらそれは中小企業だけれどもその高い技術力やアイディアによってですねどんどん売り上げを伸ばしていくとか存在感を出していくそういうのもあります。 例えば、まあ、皆さん中学生にとってはですねゲームはね、まあ、好きかもしれないけども例えばゲームの会社だって最初はベンチャー企業で小さいけれども今やどん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 大きくなってですね有名になっていったところだとか、まあ、中には球団をですねプロ野球の球団を持っているような、ね、会社があったりもするぐらいですからね。ということで、まあ、このようにですね最初は小さい会社でもだんだん大きくなっていくとそういう,ふうなものもあります。 2つ目のポイント多国籍企業。海外から日本も日本から海外もと多国籍企業というのは国境を越えて活動する企業です。グローバル化が進み、国際競争は激しさを増しています。海外から日本にやってきたものとしてはですね。まあ、こちらの写真はアメリカの某会社まあ、a 社のですね。本社の写真なんですけれども。 まあここで作られているスマートフォンが日本にもたくさん入ってきて使われている私もまあそう,うのを使ってこうやってですね外国のものが入ってくるということはその分国内の企業これが競争にさらされて大変な思いをしてるっていうのはあると思います。 まあ右側は、ね、日本の S 社の写真ですけれども、えー、まあ例えばです、ね、アメリカからとか外国からです、ね、そういうものが入ってきたら競争にさらされてその分日本の企業が経営が苦しくなってしまうそういうことだってありえますよね。逆にです、ね、日本から海というのもあります。 例えば洋服とかですね、そういう服を作る会社というのが、まあ、日本だけじゃなくて外国に行ってもですね、えー、その売り上げを伸ばしていくっていうのはあったりしますね。例えば日本の U で始まるですね、U 社なんていうのは、これは日本にもいろんなところでお店見かけますけども、先生はですね、世界中まあ旅行するの好きなんだけども、上海に行った時にも見つけたし、えー、パリ、フランスのパリでも見つけたんですよね。うん、ニューヨークにもあった。 わなんかどこでもあるじゃないかっていうふうに思いましたけどもこのように日本の会社が海外に進出していくというのもあるこれも多国籍企業もともと日本の会社だけども多国籍企業になった例だというふうに言えると思います。3つ目ののポイント企業の社会的責任単に仕事をすればいいいけではないと 一体どういうことなのかということを説明していきますね企業の社会的責任 CSR というふうに略されたりもするけれども雇用の確保人々の生活を安定させることこういう役割も担っているということで責任があるんです別に会社だからね企業だから勝手にやって売上が上がればいいし上がらなかったら潰れるねと簡単に片付けるわけにはいかないというですねこういう問題があるわけです 特に大企業にもなれば雇用の確保につながるある会社が潰れてしまうとそこで働いている従業員やその家族場合によっては下請けの会社にもですね大きな影響を与えかねないということで企業の社会的責任というものですねこれが重要視されています。中には企業上下町ととななっていいる地方公共団体体もあります一体どういうことなのか 地方公、えー、まずですね。企業城下町というのは何なのかから説明しますけども、この企業城下町一つの企業を中心に発達している都市のことを言うわけです。例えば、豊田市っていうのはある企業を中心に発達している企業城下町という風うに言えますよね。まあ、こういう風なものもあって、地方公共団体はですね。税収もその企業の割合が多いということで仮にですよ。あるその企業城下町の。 その企業がですね企業城下町になっているその会社にある企業がもし売り上げが下がったりするとですね地方公共団体の財政にも影響しかねないこういうふうな問題もあるんですさてこのようにですね企業の社会的責任というもの雇用の確保人々の生活を安定あるいは地方公共団体にも影響しているよってことを見ていったんだけれどもこんなのもあります企業が教育文化環境保全などの活動を行うこともある。 直接自分のやっているその仕事の内容とは関わりはないことかもしれないなんだけども大企業になれば社会に対しての責任があるよということで環境保全などの活動を行っている会社もありますそれでは今回学習したことを練習していこうまずはこちらのグラフのですねどちらが中小企業 どちらが大企業なのかとということを考えていきましょうね。さてまずはこちら事業所数は非常に多い従業員者数もまあまあ多い出荷額になると半分を下回っているということでこちらが中小企業もう一つの方は数は少ないけれども出荷額は多いということで大企業ということになりますね。 続いてはこちら中小企業のうち特に創業が新しく小規模で独自の技術やアイディアを持つ企業を何と言うかこれはベンチャー企業と言いいましたね続いての練習こちらに入る言葉国境を越えて活動する企業のことを何と言うか。これは 多国籍企業と言いますねちょっと「せき」という字が難しいかもしれませんがさてこれは何かが進んでいるからこそ、まあ、起こってくる、まあ、発生する企業なのかというとこれはグローバル化ですグローバル化が進みですね国際競争は激しさを増すというのがあります。 日本の企業がですね、日本国内だけで売り上げを上げてればいいんだというふうに思ってたら外国からいろんな企業が参入してきてですね外国の企業と戦わなきゃいけないこういう国際競争にさらされているというのが現状ですでは次がこちら企業のなんとというか、CSR も略される。さてこれはですね企業の社会的責任という言葉でしたね。 えー、企業が大きくなってくればですね来るほど社会に対する影響というのもありますからね。ということで例えば雇用この確保につながっているんだよだからそういう責任を負ってるんだよっていうのも言えますし人々の生活の安定が求められるそういうですね仕事っていうのもあるあるいはこの企業の社会的責任ということで、えー、環境の保全にですね、えー、取り組んだりする企業もありますね。<music> それでは今回学習したポイントおさらいしておきましょう1つ目大企業と中小企業賃金に恵まれているのはどっちと、まあ、確かに大企業であることが多いと思います大企業と中小企業どっちも例えばですね内定をもらった大学生っていうのは大企業に勤めたいっていう人の方が割合としては多いと思うただ 中小企業の中にもです、ね、特にまだ創業したばかりできたばかりで,です、ね、独自の技術やアイディアを持っているベンチャー企業というのもあるそれが大きくなっていくケースもあるんだよという話をしました2つ目多国籍企業海外から日本も日本から海外もということでグローバル化が進展していく中で,です、ね、多国籍企業が増えているそういう国際競争というのが激しくなっているんだよという話をしました3つ目 企業の社会的責任単に仕事をすればいいだけではないと会社が大きくなってくると社会に対する影響も大きいと雇用の確保だったりねそういうものにもつながっているんだよという話をしました今回は生産と金融の2回目でした今回出てきた企業の社会的責任というものですね先生自体が感じたことがあります。 これはですねリーマンショックが起こった後世界金融危機ということで世界中のですねまあ、えー、国の株価が下がったりとか景気が悪くなったっていうことがあったんですね。でねこれが一体どうして企業の社会的責任につながっていくのかって感じたかっていうと、まあ、福岡県のねああるる都市があるんですよまあ、そこってね有名な自動車会社の工場があるんですけれどもこれってね えー、世界金融危機で景気が悪くなったら自動車ってあまり生産しませんよねそうするとそこで働いていた人っていうのが例えば契約延長されないとか解除されたりってことがあったなんでそういうこと起こるかっていうと正社員ではなくてまあいわゆる派遣労働者と呼ばれるですね期限付きで働いていたような人たちその人たちのまあ契約を更新しないということがあったんだねまあそれは企業としてはそうですよね だって物を作る必要がないのにたくさん人を雇ってたら会社が潰れちゃうかもしれないから、まあ、企業の論理としては確かにそうなるんだで、まあ、そうやってですね契約を延長されなかった人たちっていうのは当然その町に住む必要ないから、まあ、自分の実家に帰ったりとか別のところに仕事探しに行ったりするよねでその世界金融危機が起こったですねあと先生がその町をたまたま車で通りかかることがあったんですよそうするともうびっくりしたんですね 前はワンルームマンションにたくさん人が住んでいて街も活気があったはずなのに例えばパチンコ屋さん潰れてるし定食屋さんも潰れてるし、まあ、ちょっと言い方悪いけどゴーストタウンみたいになりつつつあるなっていう風に感じたんですよつまりその企業がその雇用ってね、えー、雇用を確保しない、まあ、これはしょうがないことだよもちろんねそれはね。 利益が上がらなかったらそういうふうにクビになっちゃう人もいるかもしれないし契約を更新されない人もいるかもしれないけれどもそれによって街自体が、ね、こんんなに変わってしまうんだっていうだといここを感じたこれだけですね企業の社会的責任っていうのはね雇用の確保大きい問題なん,な,なんだなということを感じました。